バッグの熱田ボンボンボヤーズ店にやってきました皆さん普段何気なく訪れていると思いますが創業は1930年94年の歴史あるお店なんですねはい時代とともに必要とされるものを追求しながらおかげさまでここまでやってこれましたバッグ選びの頼れるお店ですまずはキャリーバッグから 旅を快適にするには、第一に何でしょうか荷物をできるだけ軽くすることです。軽くはい。今、一番人気シリーズがフリクエンタリエーベ、こちらです。大中、小、そしてコインロッカーに入るサイズも揃っております。ちょっと持ってみてください。はい、じゃこの機内に持ち込めるサイズを持ってみます。軽いはい。軽いですねはい。こちら 重さがなんと2.7キロですほら指一本でも持てるはい軽くて柔軟性があって柔らかいですそして壊れにくくなっておりますさらに軽いの次に重要なのは何ですかはい。次に重要なのはキャスターの静音性です静音性はい。音が静かなものを選ぶことでストレスなく持ち運ぶことができますこちらはアスファルトを模したシートですよね、はい、その上をじゃあちょっと あ本当だ静かですで滑らかですこういうところをしっかり確認して買いたいですねそうですねこの製品はキャスターが消耗したら自分で新しいものに交換できるのも特徴ですではトレンドのデザインは フロントポケットが付いているものですバッグを広げるスペースを取らずに立ったまま出し入れできますこのポケットからバッグ本体の荷物も取り出せる構造になっていますさらに最近はドリンクホルダーが付いたものも増えていてとても人気です旅はやっぱり動きやすいリュックよねという方はこちらですね はい、ちょっと持ってみますやっぱり軽い16インチのパソコンが収納でき止水ファスナー仕様なので濡れる心配がありませんロックも付いていますこの小さいバッグは取り外して使うこともできます 人間工学にも基づいたデザインなので体への負担も少なくなっていますそしてウエストポーチ5 0 0トルのペットボトルサイズが入るなら便利ですよね見た目はコンパクトなのに必要なものがちゃんと収まりますランニングするときにボトルが揺れるのを固定するベルトも付いてますよ最後にバッグのプロからのアドバイス旅行用の お財布も必需品だと思います小さなバッグに収まるコンパクトなお財布があると快適ですこの形の商品は当店では先代の時代から人気ナンバーワンです小銭がすぐに取り出せてお札とカード2枚が入ります使いやすくて本当におすすめです旅を快適にするバッグは財布も含めてとにかく軽くて機能的かどうかが重要なんですねはい、そうですさらに その人らしさが維持できるスタイルのものを選んでほしいです。旅行は数日だけのことだからと妥協せず、自分のファッションに合わせやすいもの、おしゃれ感を失わないものにしたいものです。お店のスタッフに相談していただき、納得できるものを選びください。